週末はお家で美味しくうち飯です。今週は石田さんです。よろしくお願いします。お願いします。今月は餃子の皮と春巻きの皮を使ったレシピ、うん、定番の料理以外にも楽しめるアレンジレシピを紹介します。今日はほうれん草とチーズのラビオリです。そうですね、湯がいたほうれん草とモッツァレラチーズ、ベーコンをですね、餃子の皮に包みます。そうですね、次はラビオリにするんですよね。次ラビオリというのはイタリア料理で、うん、パスタ料理に一緒なんですね、うん、で卵と小麦粉でパスタを作って伸ばして、うん、中にいろんな具を詰める、それぐらいですね、うんうん、今日はですね、餃子の皮を使って簡単に作ります。はい、簡単ですよ。はい、今日材料も少ないしね、できるんですね。仕込みがかかりますけどね、はい、それではお願いします。はい、まず最初ですね、ほうれん草ですね。ほうれん草は湯がいて、うん、色出しするんですね。冷水に入れて、うん、で根元を通して2センチ幅に切っていきます、うん、でモッツァレラは中の液体をよく拭いて、うん、ペッパーで拭き取って1センチ角、うん、ベーコンもブロックを1センチ角にするんです、うん、でこれは茹でます。軽くさーっと茹でる、茹でることによって油が取れるんですよ。沖縄の独特の匂いがあるんですね、あれ取れます。その他に味のソフトになります。なるほど、はい、全部にもう火が通ってる、そうですね、今日は全部火が通ってますね、うん、今後食べてもいいんですよ、はいはい、今回ほうれん草とモッツァレラチーズが 100g、はい、そしてベーコンが 50g です、はい、ダメですよ食べちゃった、ちょっとラビオリにしていきましょ う, そうです、ね、はい、餃子の皮ですね。皮もいろいろはいろいろありますからね、厚いのもあれば薄いのもあるし、あ、確かに、ね、大きさもいろいろありますよね。できれば厚い方がいいですね。あ、そうですね、あればね、なければ普通の餃子でも皮でもいいです。はい、でほうれん草を下に敷きます。はい、モッツァレラチーズですね。チーズも大小あったら3個でもいいんですよ、うん、今日はだって2個にしますけど、はい、それからベーコンもですね、2個にしますけど、もしあったら3個でも構いません。いっぱい冷たくなりません作る時も。いや、あんまり冷たく破裂するんですよ。そうそうそう、破裂する。でギリギリ収めるんですよ、はい、ここならいける。パンパンに、これで水をつけてこれで折れます。あ、これ普通の餃子作るより簡単そうですね。あ、だから簡単最初言ったでしょ簡単なんですよ。でこれでよくしっかりと中の空気を抜いてしっかり押さえます。中の空気を、空気の中に破裂するんですよ。あ、膨らんでくるんですよ、はい、ね、うんうん、これで端をフォークでこう押さえていくんですね。わらびよりと一緒、そうですね、こうに並々にしないんですね。並々で、そうですね。並々にしないと餃子なんじゃなくてラビオリだから今日はそこで変わるんです、うん、後つけるの大事ですよね。そうそうそう、うん、これでね、ぴったりふつがるんですよね、ふつけてるんですけど、でこれ全部つけました。はい、はい、ですね。あ、必ずこうラップラップのところはここにしてくださいね、乾いちゃいますから。皮もそうですよ、必ずこうラップとかなんかしてくださいね。はい、餃子の皮でラビオリどんな食感なんだろう ね、 そうだね、気になりますね。ちょっと薄いですもんね。そうですね、ではここからはソースはもう作ってある。あ、ソースは作ってあります、はい、ソースはね、市販のソースでいいです。はい、今日はバジル入ったソースですね。それにちょっとお水を足して、はい、今日は 50cc 足してあります。でちょっと伸ばします。で時間経つとどうしても伸びるので、少しお湯足してもいいんです。これね、こういうのして、はい、硬くなっちゃいますからね、はい、ここでお湯で入れていきます。はい、お湯は、まあ、あまり沸騰しても大きいお鍋使ってください、はい、小さいお鍋ですとくっつかりますから、はい、今回はここがポイントになります。そうですね、はい、大きい鍋でやってください。で入れます、うん、入れるでも早く言ってくださいね、はい、早く入れないと最初最後などは時間が違ってきますから。時間差ができちゃいますからね。そうですね、素早く1個ずつ丁寧に入れてください。ドバッとやっちゃう、ドバッとやらないでくださいね。やらないくださいね。なんかやりそうだね、誰かが。誰だ、なんで俺映すんだよやるけどやるけどさ、はい、これで茹でていきます。時間もですね、だいたい1分ちょいですね、うん、1分から1分半程度、はいはい、で、もし厚い餃子の皮でしたら2分ぐらいかかりますね、はい、これで入れていきます。でも中のものはね、生の肉とかじゃないから、あんまり気にしなくていいです、うん、皮さえ柔らかくなればいいです。浮いてますね、上に ね、生でしたら先にね、肉の生の肉使うと沈むんですよ、はいはいはい、で浮いてくると茹で上がるって感じ。これはもう完全に火入ってますし、うん、その重みがないんですよ、うん、重みでね。じゃあちょっと時間がまだありますよね、茹でるのに。
石田さんは二十歳の自分に言いたいことはありますか、はい、言いたいことですか、うん、言いたいことよりもう一回二十歳になりたいですね戻りたい、どうしてどうしてまたいろんな可能性があるでしょう。あらいろんなすごいね、まだやれなかったことをやれるんですよ。あらそうなんですね。その時の自分に二十歳だったら言うことは言うことですか、言うことはお元気にですね。お元気にですね。すごい貪欲だね。やっぱりね、年を重ねるとね、そうなるんですよ。やっぱり。はい、入れましたので、温めたソースの中に入れます。お湯を切ってね。戻りたいかな。戻りたくないですか。いやちょっと分かんないです。なんか同じ失敗しそうだから。結局。そう結局。はい、これで合わせていきます。はい、ソースに絡めていきます。あまり触らないでくださいね。触ると破ける可能性ありますから、こうフライパンをこう揺するぐらいにして、そっか、これね、これで温まればいいですね。なんか餃子の皮が、大変身そうですね、はい、トマトソースに絡まってますね、はい、イタリアンになるんです ね、 ね、はい、これで OK です。はい、これで盛り付けします、はい、ここもドバッといかないで、ね、ダメですよ。いやいや、ここは俺もドバッといかないですよ。さすがに。そうですか。ですね、美味しそう、はい、トマトのいい香りが、うん、バジルの、うん、今日はね、バジルをちょっと入ったソースですよね。まあ、よくね、あの瓶詰めとか缶詰めで売ってるソースですね。そうですね、はい、まあ、あと自分でお好きなあの使っていただければいいと思います、はい、これだけではないんですよ、はい、さらに、はい、これね、オリーブオイルを少し焼きますね、はい、オリーブオイルを垂らします。オリーブオイル最近高くてね。そうですね、はい、粉チーズですね。オリーブオイルは幅が結構大きいですから ね、 ね、だいぶ値上がりましたよ、うん、はい、パセリのみじん切りですね。粉チーズも大さじ2、粉チーズが大さじ2、パセリが少々です。はい、はい、そうですね、はい、これ、はい、これ出来上がりです、ね、違いますよね。もう本格イタリアンですよ。餃子の皮で作るほうれん草とチーズのラビオリ、この後みんなでいただきます。うちめし、今月は餃子の皮、春巻きの皮レシピ、今日はほうれん草とチーズのラビオリです。それではいただきます。いただきます。縁取りが可愛い、うん、もう見た目がイタリアン。あ、うん、あ、うん、なるほど、うんうんうん、すごく皮が柔らかいラビオリだ、うんうん、そうですね、結構もちもちもちっとしますつるっともちっとしてる感じ、うんね、これ入れすぎるところベロッとなるんですよ。もちがベロになるんです、うん、なるほど、ね、もちがベロになりますからね。出来たてが美味しいんですね、うん、そうですね、いや中にね、チーズも入ってるのでとろっとしてて、うんね、美味しいです。まあ、具材は、ね、いろいろ家庭で考えていただければ、ね、うん、大丈夫です。ああ、そうか、ただ餃子ですのでね、はい、あまり茹でることできないのでそれを考えて、うん、ね、ああ、そうかそうか、はい、生肉だったら生のものはあんま入れない方が、入れても少しにするとかね、はい、火が通りやすいものにした方がいいですね。キノコを入れてもいいですか、ね、いいですいいです、入れてください。まだ秋ね、これからキノコも合いそうですね、うま、ごちそうさまでした。それでは材料の確認です。今日の分量は16個分です。茹でるときはくっつきやすいので大きな鍋でたっぷりのお湯で茹でます。餃子の皮で手軽に作るほうれん草とチーズのラビオリ、ぜひお試しください。今日のレシピは番組の放送終了後、サタナビホームページでも確認いただけます。